はい。皆さん、こんにちは。射水ケーブルネットワークの安井と申します。本日はよろしくお願いいたします。私の方からは、市が先日建設したフットボールセンター、こちらに当社提案のクラウドの仕組みを導入した事例、こちらの方を紹介していきたいと思います。早速、スライドに移りたいと思います。まず会社についてですが、当社は富山県の射水市というところにありまして、サービスの対象となるのが、このエリア世帯数約3万9千世帯となります。この方たちにを対象にサービスを提供している会社となります。で、具体的にどのようなサービスを提供しているかというところなんですが、主にですね、ケーブルテレビ、あとは家庭用のインターネット、電話、こういったものを柱に、携帯電話や、最近では Hulu とか Netflix とかですね、そういったオンデマンドサービスの提供も行っております。で、近年はですね、行政との取り組みにも力を入れておりまして、IoT 導入支援、教育 ICT 支援をはじめ、地域の防災・減災対策としまして、各所にフリー Wi-Fi を設置したと。整備をしたというようなことも例としてございます。なので、市の方と連携しながらこのような事業を進めていってますということになります。で、射水市はですね、地域課題の解決に向けて IoT を積極的に活用していこうという方針を打ち出しておりまして、令和元年には IoT 利活用検討会議というものができまして、で、ここでですね、当社も参加させていただいて、で、当社としては、これまでの知見を生かして、実証実験をサポートするという中心的な役割を、担っているというような状況でございます。で、こうした関係の中で、徐々に、大きな、プロジェクトの相談もいただけるようになってきまして、本日はですね、その中で、射水市フットボールセンターについて、この事例について報告をさせていただきたいと思います。で、もともとですね、2019年に市が県有地にフットボールセンターの建設を計画しまして、で、この建設を内閣府の交付金、こちらの方を活用して、進めていこうというふうに考えておりましたが、実際応募をしてみると特徴がないということで、一旦差し戻しをされました。で、そこで、市の方から相談がありまして、最新鋭の技術を盛り込んだ提案をしてほしいということがありまして、当社としましては、ローカル 5G、AI カメラ、映像配信システム、この3つを組み合わせて、全国的に類を見ないフットボールセンターを作り上げよう、そういったような提案をいたしました。これがですね、無事採択になりまして、この採択の条件としましては、地元ケーブル局との共同、こういったことも明記されることになりまして、本プロジェクトにおいては、当社が欠かせないポジションをこれにより得ることができたというところになっております。で、ここにですね、採用したクラウドサービスというのが、この2つになります。1つは AI カメラ。で、ピクセロットという商品なんですが、こちらの方は撮影、収録、編集、ライブ配信、こちらを全自動でする仕組みになってますが、配信するクラウドサービスのところに関しましては、視聴者側がアプリを入れなきゃいけないとか、少し不便なところもありましたので、もっと別の配信プラットフォームがないかということで探しておりましたところ、同業ケーブル局が開発したストーン、こちらを併用して使うことになりました。これはですね、QR 決済とか、あとは視聴者へのメッセージ配信ということもできまして、もともとは音楽ライブ配信のために開発されたと聞いておりますが、それを今回のために、作家用にカスタマイズをして採用させていただいたという経緯がございます。で、これらをですね、整備をして2022年4月に無事オープンを迎えたということになりました。仕組みの方はですね、説明いたしますと、AI カメラ、
で、撮った映像をローカル 5G を通じて、クラウドにアップロードいたします。で、ここにストーンがありまして、この配信システムから、映像を配信するわけなんですが、見たい方は、チケットを購入するという決済機能がありますので、それを使って視聴いただくというのがこれの特徴になっております。で、シチュエーションとしましては、試合をライブで観戦するということもありますし、アーカイブ映像を後日配信するという機能もございます。一方で映像を配信するという特徴を生かして、遠方からのオンライン指導ができたり、あるいは合宿等でこれを使っていただきながら自分たちを研究していただくと、そしてリピート利用をしてもらうというような使い方も出てくるかなと思っております。2022年の4月にオープンしまして、オープニングテストマッチを皮切りに少年サッカー大会、クラブユースの大会、高校サッカー、あるいはラグビーの試合など、多くの試合でご利用いただいております。で、実績と成果というところに移ります。で、これに関しては、当社プロジェクトチームが、最初から、運営までですね、本当に苦労しながら、作り上げました。ただ、そういったことが一つ、完結できたというところが、今回の大きな成果でもありますし、その甲斐ありまして、このフットボールセンターに、従来のサービスである、テレビ、インターネット、フリー Wi-Fi、こういったことも導入いただくことができました。で、この絵はですね、ビジネスモデルを表したものになっております。で、当社としましては、この新規事業で、収益を確保できたというところがポイントになりますが、もう一つ大きなポイントとすれば、主催者側に収益を還元する、そういった、仕組みもあらかじめ考えて、作り上げたというところが、もう一つのポイントになってくるかなと思います。で、まとめとしましては、今回達成できたこと、もう一つ目はですね、この弊社の提案が交付金の採択に、大きく貢献できたというところは嬉しい成果でありますし、あとはこの運営管理、これを委託していただけたと。で、さらに言いますと、これによって、収益を得ることができましたので、新規事業としても成り立ったというところが達成できたことかなと思います。で、一方で期待される効果としましては、コロナの影響によって、遠方から、試合を見に来れない方へライブ配信ができる。こういったものもできますし、アマチュアスポーツは、なかなか資金不足のところもありますので、そういったところに金銭的支援、オンラインによる金銭的支援も可能にしたというのはこのシステムです。これらを合わせて地域と関わる関係人口の創出、こういったことにも今後貢献していけるのではないかと、いうことを当社では期待しております。で、これらをですね、今回この配信システムを私ども新たに考えまして、サッカー以外でも展開いたしました。で、先日、新湊曳山祭り、こちらでは比較的大きい祭りがありまして、そちらの方で、この仕組みを使って、配信をしたと。で、SNS で集客はしまして、結果的には多くの方にチケットを購入して視聴いただいたということになります。で、これが今後の、大きな、一つの足がかりになってくるかなと。今後を考えたときの、大きなきっかけになったのではないかなと思っております。で、当社ではエリア内だけで放送していたコミュニティチャンネル、いい番組いっぱいありますので、これらをエリア外の方にも楽しんでもらいたいという思いがありまして、で、今回ですね、この曳山祭りの配信をきっかけに、こういった我々が持つコンテンツを、インターネットを通じて配信していくというようなことを新たなコンテンツビジネスとして考えて展開していきたいと考えております。以上で簡単ではありますが、射水ケーブルネットワークの事例紹介を終わらせていただきます。ありがとうございました。